聴ありがとうございます。旅する生き物の千葉おしんです。この旅行動画にコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。紀伊半島編第6話お届けしたいと思います。再び三重県伊勢市の JR 伊勢市駅に戻ってきました。前回は至らないところもあったかもしれないんですけど、初めての伊勢神宮参拝初詣させていただきました。それで使っている切符が青春18切符のみでして、名残惜しいんですが伊勢市を離れます。伊勢市を離れて今度は初めて一人で古都奈良へ向かいます。この後の予定なんですが、現在の時刻が午後1時2分です。1時21分に快速三重が出発します。この快速三重に乗って直接奈良に行くのではなくて、途中松坂を目指しています。松坂に名物駅弁があるということなんで、それをお見せして気楽な気持ちで見ていただけるような各駅停車の列車の旅をしたいと思っております。最後までご覧いただければ幸いです。どんな旅行体験ができるのか一緒に楽しんでください。伊勢駅出発です。名残惜しいですが、またいつか来れるように頑張りたいと思います。伊勢市駅からお世話になった快速三重名古屋駅が松坂駅離れていきます。どうもありがとうございました。初めてやってきました。ここが松坂駅の一番ホームです。ちょっと見えるでしょうか、荒竹と見えると思うんですが、この荒竹さんは松坂牛を使った駅弁がとても有名なんです。ただこのホームの店頭では買わないんです。ともかく改札を抜けて松坂駅から歩いて 100m のところに荒竹本店さんあるので、本店の荒竹さんご紹介したいと思います。松坂駅の改札を抜けて駅舎の外へ出ました。バタバタで説明不足の点あったんですが、荒竹本店さんこちらにあるそうなんで、桃太郎弁当看板商品なんですけど、もう予約はしてあります。あとは引き取りに行くだけです。楽しみですね。多分こっちで合ってると思うんですけど、で松坂の駅降りてみて初めて分かったんですけど、三井財閥の創始者、それから国学者の元織宣長が松坂の出身だそうです。歩いて 2,3 分で荒竹本店さん見つけてしまいました。1500円いいお値段がするんですけど、引き取りに行きましょう。ここが荒竹さんです。では予約しておいた駅弁引き取りに行きたいと思います。ごめんください。というわけでゲットしました、桃太郎弁当。次の亀山行きの電車に乗るんですけど、出発時刻予定では2時34分なので、それまでには食べ終えることはできるでしょう。ということで松坂駅のホームで実食タイムです。
再び松坂駅の一番ホームに戻ってきました。さっき買ってきたのは荒竹さんの桃太郎弁当です。インスタ、ツイッターに投稿しようと思って一回開けちゃってます。ごめんなさい。これが面白いんですけど、もう一回今から開けるんですけど、外してこう開いて、で中から取り出します。取り出すとこんな真っ黒な弁当箱が出てきて、蓋を開けるとわかります？音が鳴るんです。メロディーセンサーがついていて、蓋を開けると同時に音が鳴るんです。これが他の駅弁にはない、物珍しさもあって大人気なんです。もう一回、食べ物で遊ぶな。まあ冗談はさておいて、荒竹さんのお店の方にいろいろ伺ったら、このメロディーセンサー取り外して冷蔵庫とかに貼っ付けたりとかできますし、このお弁当箱も再利用することもできます。ということでね、早速実食してみようと思います。ハマるわこの音。で、モーターお弁当、中身はこんな感じで、松坂牛、ふんだんに使われていて、お米は伊賀のお米なんだそうです。美味しそうでしょ？じゃあね、モーターお弁当、荒竹さんに感謝して、いただきます。お腹空いてるんで、がっつきますよ。で、どうも、どうも。どうですか、このいかにも暴れそうな肉汁たっぷりの松坂牛。もう我慢できない。ほん？うまっ。何これ。噛んだ瞬間の弾力がたまんないな、これ。しかも、ね、熱々のイガ米と松坂牛と一緒に頬張れる最高の贅沢ですね。しかも、お弁当一つたったの1500円しかしないんですよ。高級和牛の松坂牛が1500円で食べられるなんて、こんな贅沢があるんでしょうかっていう感じなんです。食欲が理性を上回りました。あっという間に完食です。というわけでいつもの儀式いきます。荒竹さん、めっちゃうまい桃太郎弁当、発想から何から全て美味しくいただきました。ごちそうさまでした。駆け足だったんですけども、荒竹さんの桃太郎弁当を爆速で書き込んで元気をもらいました。これから奈良まで行くんで、いい列車旅をしようと思います。もうすぐ亀山行きの普通列車、この松坂駅の一番ホーム到着します。一番線に到着の列車は普通列車亀山駅です。終点亀山まで各駅に停車いたします。細かいかもしれませんが、予定より3分遅れて午後2時37分松坂駅出発です。本当短すぎる滞在でした。もうちょっとゆっくり過ごせたらよかったんですが。隣のホーム、特急南紀が名古屋方面に今出発しました。
特急なきが出発したので亀山行きの普通列車も駅を出発です。普通列車の亀山行きワンマン列車です。もうすぐ亀山駅到着です。関西本線、今回初めて乗車利用することになります。非常に楽しみです。だいぶ日も暮れてきたんで、乗り間違いをしないように関西本線の列車乗りたいと思います。亀山駅に着きました。ここからは関西本線にお世話になります。松坂駅からお世話になった列車とはここでお別れです。この列車、次は普通列車滝行きに行き先が変わるようです。滝行き、今回の18切符の旅では2回もお世話になって、周りは何もないんですけれども、ただ重要な駅だということを旅を通して勉強させていただきました。ありがとうございました。名残惜しいですが、僕は次の目的地を目指します。エレベーターに乗って関西本線が3番ホームなので、3番ホーム向かいます。2階です。こちら側のドアが開きます。さあ3番ホーム目指しましょう。時刻表を確認したんですが、関西本線鴨行きの列車3番ホームから16時11分出発なので、全然余裕ですね。むしろ時間が20分も余ってる。どうしよう。まあ休憩時間がもらえたと思って考えます。油断している間に関西本線の列車来てしまいました。早速乗り込みます。どうやら他のホームから乗降客の方いらっしゃったみたいですね。午後4時11分出発予定だったんですが、実際には午後4時11分亀山駅出発です。あたりだいぶ薄暗くなってきました。鴨駅に着いた時にはどうなっているのか。今、鴨駅のホーム入りました。大阪環状線って書いてあるけど、鴨駅に着きました。もうわからないんで、そのまま乗ってしまいました。この列車で間違いなかったのか。ちなみにこの列車で4駅、乗車時間にして15分間乗ります。おそらくですが、午後5時50分、奈良駅に着いていると思います。午後5時33分、難波駅方面に向かって快速列車出発です。
というわけで奈良駅着きました。鴨駅からわずか3駅ほどですけれども、奈良までお世話になった大和路快速が停車中です。短い間でしたけどお世話になりました。本当に感謝しています。伊勢市から快速三重、松坂から普通列車に乗って亀山まで向かい、関西本線に乗って鴨駅でさらに乗り換えをして、大和路快速でこの紀伊半島編4日目の旅の目的地、奈良県奈良市にやってきました。物足りない部分もあったかもしれないんですけれども、古都奈良を巡る散策のプロローグとして楽しんでいただけたらと願っています。そんなわけで今回の鉄道旅行楽しんでいただけたでしょうか。ぜひコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。次回の紀伊半島編第7話では、学生の頃以来なんですけれども、長い歴史と文化を誇る古都奈良で神社寺院3つピックアップしまして、今回の旅行シリーズのテーマにちなんだ初詣に即して散策したいと思っております。ぜひ次回も楽しみにしていただければと思います。そんなわけで今回もご視聴ありがとうございました。